こんばんは。今日は12月11日火曜日です。ラジオ聴きの皆様、いかがお過ごしでしょうか。それでは本日お伝えしますニュースの項目です。プーケットで市民が参加して海の清掃作業が行われました。名城大学で9日間にわたり農業博覧会が屋良県で低所得者に向け福祉試験が支給されました。今日のニュース展望は県内デザインウィーク2018についてお知らせします。それではまず初めのニュースです。プーケットで市民が参加して海の清掃作業が行われました。南部プーケット県で地元漁師と市民が参加し、9日に海に捨てられた廃棄物や海岸に打ち寄せられた瓦礫などを片付ける清掃作業が行われました。プーケット赤十字のキテニー代表は、フロンターシー運河での海のゴミを拾う清掃活動の開会式を主催しました。この清掃活動は、銀芸村からアンダーラジオネットワーク、ラサダーク農業協会の会場で行われました。この活動は村人、企業、漁師、観光客の間で自然保護への意識を高め、地域を清潔に保ち、海の環境を保護することを目的として実施されました。フロンターシー運河は、観光客のための主要な船の航路です。清掃イベントはまた、プーケット県の観光への積極的なイメージをアピールすることにもつながっています。次のニュースです。名城大学で9日間にわたり農業博覧会が開催されています。北部チェンマイ県の名城大学では、創立85周年を迎え、タイ最大の農業博覧会を開催しています。農業博覧会では、展覧会や実演奏活動を行っています。農業大学は、農業に関する展示会、農業デモンストレーション、オーガニックで安全な農産物の販売などを行っているこのイベントは、タイ最大の農業見本市の一つです。今回のイベントの目的は、最新の農業の技術と革新、そして農業における学術研究を紹介することです。来場者は、農産品、文化と伝統のパフォーマンス、教育活動、スマートファーミング技術の発表会、受給者の一人